ウーゴ・ギジャモン・サン・マルティンは、スペイン・バスク州サン・セバスティアン出身のサッカー選手。ラリーがバレンシア CF 所属。スペイン代表。ポジションは DF。2000年に、サン・セバスティアンで生まれ、2歳の時に家族と共に、バレンシア州、デリアナに移住。2009年に、バレンシア CF のカンテラに入所。2017年に、参加のバレンシア CF、メスタジャに昇格し、 12月16日のセグンダ、ディビション B の CF バダロナ戦で、プロデビュー。1週間後には2020年までの契約を締結。2018年10月27日の CD、アルコヤーの戦でプロ初ゴールを決めた。2019から20シーズン途中にトップチームに、昇格。2020年2月25日のレアールソシエダ戦で、後半開始から起用され、 ダ・リーガデビューを果たすも、試合は0から3で敗退。リーガデビューから数日後には、FC バルセロナがギジャモンの獲得を検討していると報じられた。同シーズンは終盤に先発に定着。7月22日には2023年までの契約延長に合意したことが発表された。2017年に、クロアチアで開催された UEFAU-17 欧州選手権と、 2019年にアルメニアで開催された UEFAU-19 欧州選手権に各世代のスペイン代表として出場し、いずれの大会も優勝した。ありがとうございます。